い、こんにちは、リーナ社長です。本日は3回目のパーソナルトレーニングということで、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日のメニューについてちょっと簡単に説明してほしいんですけど、はい、どうですか。今日はですね、ビッグスリー、前回やったベンチプレスに引き続きデッドリフトをやっていきます。はい、重りを床から上げる動作、主に背中とお尻と足を鍛える、まあバック後ろの筋肉を鍛えるトレーニングをやっていきます。でその後に、バックスクワットを7回とちょっと引っ張る動きが、リオナちょっと苦手だということで、引っ張る動きの、3ポイントローっていうのを7回ずつっていうのを3周やって終わりって感じです。はい、ちなみにですね、昨日肩を壊しまして、壊したっていうかトレーニング外のことでギッて肩の筋をひねっちゃって、肩がちょっと使えない状況ではあるんですけど、ちょっとできるだけ負荷をかけずにこのメニュー安静にちょっとやっていきたいと思います。頑張るぞ。今から続くやっていきます。お願いします。今日は背中とかお尻とかを使う、そこをちょっと動かしやすくするための施術やります。お願いします。でもだいぶ姿勢も良くなってきた。やっぱ通い続けた方がいいのかな、クロスフィット。でも聞いてくださいよ、私体組成のやつ今日測ったんですよ、うん、エステのところで、うん、したっけ、アスリート指数70ぐらいになってて、おお、すごいすごい。これ多分私このままクロスフィットやり続けたら、多分めっちゃなんかムキムキになりそうだなと思って。でもなんかムキムキ別に目指してるわけじゃないんで。大丈夫、そう簡単にはムキムキになる。いやでも結構ですよ。痛い、なんか痛い。前の方が張りやすいタイプだから。そうなんすよ、鳥腰だからだと思ってました。あーでもそれもあると思う。です。鳥腰の人はどうしてもこうやって前重心がいっちゃって、前ももに負担がかかる。最近でもだいぶ緩和してきましたよ。ね、緩和してきた。なんか写真で見てもなんか3分の1ぐらい減ってました。ね。はい、じゃあ1分。よー、スタート。お尻。もう少し立つ。ここです。で、キュッと締める。あ、そう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 、うん、はい、手は緩くして、そうそうそう、はい、いい感じ、いい感じ、いい感じ、はぁ、あ、ー、あー、反ってきた、反ってきた、おい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 、お尻締めて、はい、そうそう、肩お尻締めれると、きついな、これ。はい、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 あと20秒。はい、5、4、3、2、1。はい、OK。わあ。終了。じゃあ今からデッドリフトをやっていきましょう。はい。はい、お願いします。で、最初に何もついてない状態から始めます。これ15キロあるんですけど、腰幅よりも少し広め、そのぐらいかな。で、そしたら体にくっつく。で、立った時の姿勢っていうのが一番いい姿勢だから、この姿勢を、特にこの背骨ね、背骨の姿勢を変えないように、体に沿って、お尻を突き出しながら、で、それも繰り返して行います。こうやってバーを下ろした時に背中がこうやって丸くなってくる人が多いから、あくまでも立った時の姿勢をキープしながら背中を丸めていくんじゃなくって、お尻を後ろに突き出していく、こういう動きで背中とお尻を意識しながら上げていく、こういう動きだね。で下ろす時に結構背中が丸くなる人がいるから、肩をちょっと後ろに下げた状態でやってあげると姿勢が保たれやすい。これがデッドリフト。はい、これをやっていきましょうか。はい、そう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 、そう、おっと、床に下ろさなくていいよ、これ何もついてないから、すねのこの辺までで、ストップで、はい、そう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 、体の近くで、はい、これ5回いきましょう、せーの、そう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 、はい、1、2、うん、上手だね、3、下ろすときお尻突き出して、そう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 、はい、4、ラスト、
5、はい、綺麗に下ろしてください。うん、問題なさそう。よし、いい感じで、今からやるのが5回、5レップスって書いてるんだけど、これ5回って意味ね。5回がギリギリの重さを測定をして、例えばじゃあ40キロで結構ギリギリです、背中曲がっちゃいますなったら、そこで終わりにして、綺麗なフォームでできる重さで5回を3セット、そう、足肩幅ぐらいね。そうで、これ今からプレートがついたから下からスタート、そうそうそう、で背中まっすぐにして、そうそうそう、その姿勢でいこう。はい、1、お尻突き出しながら5回、2、3、うん、下ろし方も綺麗、 OK。 これは25キロだったけど35キロどう、次いけそう、いけますよ、 OK。 足もうちょっと閉じて、そう、それぐらい、はい、背中まっすぐ胸張って、そうそうそう、はい、1、2で、この下に行った時に肩ちょっとグッと後ろにしてから、あ、そう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 、はい、3、4、はい、ラスト5、はい、 OK。 あー、重いな。上げ方はだいぶ綺麗なんだけど、下ろした時にどうしても最後気が抜けちゃってこうやって下ろしちゃってるから、上げて下ろす時も丁寧にで、足首に下ろすよね、最後こうポンって床に置いちゃってるから、この棒を足首に下ろしていくような感じで下ろして、ここに下ろしていくような感じ、そうそうそう、1、足首に下ろしていく、そう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 。手がね、どうしても痛かったら握り方があって、こうやって持ってるでしょ今、利き手を反対にする、そう、ポールが言ってたやつ、そうそうそう、よし、でもうちょっと手広げようか、もうちょっと広げて、そうそうそう、ちゃんと計算してください。はい、1でしょ、2、リオナのね、癖はね、デッドリフトの時の癖はね、まあこれはいいとして、こうやって上げるでしょ、で下ろして、そしたらお尻が高いまんま次行こうとするから腹筋に力が入りづらい、下ろしたらお尻より胸が上がるようにしてセットして上げるとやりやすい、で一回こう姿勢こうやって正していいから、で握り直して上げるとやりやすい、はい、はい、5、4、3、2、1、はい、おっとちょっと違う、ちゃんとお尻を下にして胸をツーンと高くして、で腕もピンって伸ばして、そうそうそう、その姿勢ができたらゆっくり上げるときはゆっくり、そう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 、はい、2、お尻下げて、そう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 、はい、3、そうそうそう、はい、4、はい、ラスト頑張って、よいしょ、はい、5、はい、よー、オッケー、一番最後のは綺麗だったね、ありがとうございます。前回やったバックスクワットを、1分間の制限時間の間で7回やります。7回、はい、はい、足はこの時もうちょっと開いて、はい、かかと重心でお尻を引き出しながら、さあ、そうそう、はい、さあ、うん、だいぶいいね、はい、4、うん、お尻意識して、5、あ、おい、じゃあ行きましょうか、よーい、スタート、はい、せーの、1、2、あ、 OK、 じゃあ行きましょうか、7回よーい、スタート、1、2、もうちょっと上、3、うん、もうちょっと上、4、うん、今まで筋トレして汗ってかかなかったんですよ、おお、最近めっちゃかきますもん、起きて、おいいね、代謝が上がったのか、まあでもやっぱりそれなりに追い込むからね、よいしょ、いこうか、はい、背中まっすぐね、そう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 、はい、2、3、はい、ラスト5、4、3、2、1、はい、最後頑張って、
これもかかと重心ね。かかと、かかと。はい、五、四、三、二、一。はい、終了。今日のトレーニングは終わり。お疲れ様でございました。地味だったね、今日はね。前回がちょっと派手だったからね。まあ、こうやって波をつけてやっていくから。ということは、次回はまたきついんですか？次回きついよ。まあそれまでに肩治ってるといいね。そうですね。ちょっと左肩がよろしくないので。よろしくないので。アイシングします。アイシングしてください。これ終わった後アイシング渡すから。ちょっと安静にしばらくは。はい、こんな感じで毎日ダイエット頑張ってますので、よければいいねとフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。